鉄道博物館来ました。イエーイ。トントントレインなんでね、ぜひいろんな電車見に来たいと思います。日本でもね、静岡でトーマスに会ったんだよね。うん、でもここはオランダ語を喋るトーマスだな。ということで行ってこよう。レッツゴー。あーもう見えないかな。本来は鉄道博物館で昔からの電車いっぱい飾ってあるんですよね。なんですけど今、6月3日まで期間限定でトーマスのフェアをやってるってことで、ショーがあったりとか、あーね、いろいろある。静岡で見たようなリアルさとちょっと違うかなって感じだね。なんかね、オランダ語喋ってることがちょっと違和感、声もちょっと違うし、まあ楽しんでいきましょう。電車いろいろ見るよ。チェリンボ、サクランボのやつだ。やべやべやべ、捕まえるよ。やったね。やったー。トーマスくん、やったー。
いいね。草を炊けば出るってことだね。やったー、イエイ。こういう古い電車もあってね、面白いよ。でトーマスのあのあれは何？エミリーのモデルになった電車です。すごいね。ということで、ニュースが出ました。アドベンチャーウィークが6月4日から出ますよと。まあいわゆる岩イベントですね。岩系のものが卵から生まれたりとかもろもろおりますよと。ここで多分注目すべきは、いつでも冒険モードで50キロを達成するとなんと5万星の砂もらえるっていうことでね、まあ前よりもパワーアップしたアドベンチャーウィークがこれから来るよってことですね。岩だからまあバンギラス、あとシャイニーが3つ発表されました。これということで、ぜひアドベンチャーウィーク頑張っていきましょう。皆さんこれ知ってますか？これ犬が3匹なんでいるかっていうと、ドックノーズっていうね、電車があったんですよ、昔。ドックノーズ、そのまんま、あの犬のノーズ、鼻、これですね、ドックノーズ電車。知る人ぞ知るっていう、まあ、結構マニアックな話ですけど、ドックノーズっていう電車があったんですよ。すごい綺麗、面白いよ。そう、ヨーロッパ走ってた。So, this is a train. この電車はね、アンネとか、まあ、悲しい歴史のね、ユダヤ人迫害の時に収容されて、その、運ばれる、強制収容所に運ばれる電車だそうです。こんなところで、ぎゅうぎゅう詰めになって運ばれてったそうですね。これはアンネだよ。ちょっと悲しい歴史ですね。こういうのも飾ってある。大事ですよね、歴史を伝えるのはね。トーマスはトーマスで楽しんだけど、電車の歴史といえばこんな感じですね。てなかったけど、これイエーイ、メスゲット。進化できない、雨がない。 OK、 この電車、機関車トーマスの何かのモデルになってます。さあ何の電車しろ、当ててみてください。チリン、これは機関車トーマスのモデルです。そう、トーマスがこれモデルだそうです。よく見るとね、この赤いとこ、指がうまくいかないな、ここら辺か、ここがね、トーマスそっくりなんですよ。であとこの形、この指がうまくいかない形がね、
トーマスそっくりなの。あのね、僕てっきり青い機関、青くなくても機関車のそういう形があってトーマスなのかなと思ったら違うんですね。こういう電車がトーマスのモデルになってる。面白いね。イエーイってね、そのそういうクイズをね、答えるみたいなね、入り口に紙があって、それを今息子たちが一生懸命書いています。イエーイ。ということで、トーマスの、トーマスっていうか、まあ、電車の博物館でした。概要欄貼っとくのでぜひ来てみてください。ユトレヒトっていう駅からね、1時間に1本直通電車が出てます。それでもユトレヒトから20分ぐらいかな、歩いて行けるみたいなんで。あとチャギントンのね、日もあったりとか、なんかいろいろやってるみたいなんで、興味がある方ぜひ。あとミュージアムカード持ってるとね、年間タダになるので、ぜひよろしくお願いします。ということで、せーの、If you want to know passenger, please hit the subscribe button and hit it more.